御尊父信玄公が亡くなられ、浅井長政も孤立して信長に討たれた。いいところまで行ったのだがな、実に惜しかった。だがまだまだ逆転の機はあるぞ。我が輩が信長を戦場に引きずり出す。そこを無敵の武田騎馬隊で討ち取ってしまえばよい。信長の鉄砲を恐れておいでかな。大丈夫、我が輩が信長の鉄砲を詰まらせておけば、撃った途端暴発して自滅するわ。撤退か決戦か迷っておったが、久秀殿が暗躍してくだされば武田の勝利は固い。信長様、鉄砲三千丁到着いたしましたぞ。これは信長様専用のものでございます。大尉、久秀、試し撃ちは済みしか。は？撃て、あの木の枝を撃ち抜いてみせよ。いや、それは信長様専用の鉄砲を撃つなんて恐れ多い。撃て。あ、そんな、あ、ダメ。あ、あ、あ、久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。信長は金ヶ崎の危機から見事脱出。久秀の目論みは再び外れてしまう。その後、長政は甲斐の武田信玄と組み、織田軍を追い詰めるが、運命はまたも信長の味方をする。まもなく信玄が病没し、武田家は衰退。大きな後ろ盾を失った長政は信長に攻められ自害した。その後、信長は信玄亡き武田に徐々に圧力をかける。武田当主勝頼は逆転を狙い、徳川領の長篠へ侵攻した。信長は同盟者である徳川家康を救うべく、強固な馬防柵と三千丁の鉄砲を用意し、自ら出陣。戦国最強と謳われた武田騎馬隊の先鋒は鉄砲攻撃によりほぼ壊滅状態となる。信長の意に服し、武田軍と戦わされる羽目となった松永久秀は、その光景を歯ぎしりしながら眺めていた。暗躍の将、長篠の戦い。悪党はお好きかね。いらっしゃいませ、お買い得品があります。それも。
鉄砲の欠点は弾込めの間無防備のこと。しかし鉄砲隊を3組に分け、代わる代わる発射装填を繰り返すことで間断ない攻撃が可能となります。いかにせんか撃てはっ。一番隊構え。新しき世、信長様の世を切り開くのです。馬毛作の力侮れぬ。ここは一旦引く。鉄砲の前に武田騎馬隊は無効化した。長篠城を救うため飛びガス山砦を奪え。信太、世に代わり本陣を守れ。犬が敗れればこの戦は敗北ぞ。開門。よし、飛びガス山砦への道は開けた。みんなは地に続け。南に兵が集中し、織田本陣周辺が手薄に。馬防策があるとはいえ心配ですね。徳川軍は長篠城にかかりきり、織田本陣は手薄ぞ。開門。はい、そのまま長篠城へ向かうのだ。かかったな、勝つよ。しまった、まだ鉄砲隊を隠していたか。信長様はわざと本陣を手薄にした。武田の残存兵力を誘い殲滅するために。臆するな、山形正景と赤染め、これにあり。再び策を蹴倒し、信長の首をかっ切れ。我が輩の鉄砲の悪事を見抜いておった。その上でまだ我が輩を許すと良いというのか。敵将ここに召した。さて、長篠城をさっさと落としちまいましょう。お仕事なんで。目標は、明治と発動。もっと信長を楽しませよ。長篠城の守備結構固いね。なら城主の奥平さんを討ち勝たせてもらいます。よかろう。お見事です。俺も続きます。
ぞ。徳平さん、兵糧はいただきますよ。開門。みすみす兵糧を渡してなるものか。わし自ら侵入者を撃ってくれるわ。よい。敵将、ここに召した。の首には今一歩も及ばず、勝頼様、どうかご無事で。譲れぬものがこの俺にもあるんで。序章に過ぎぬ。敵将、打ち取ったり。敵軍師の企み、粉砕されて何より。やられた諸君、言いたかったがね。敵将、ここに召した。古き者の、よい。どもよ、生き、古き時代とともに。赤備えまでも粉砕。眺め、なんと悪運の強い。馬防柵と鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては。勝頼様、最後まで諦めてはなりません。私が敵婦人の穴をついてみせます。織田ではなく徳川を狙ってくるとは、かっこ撃破し戦況を変えるつもりか。抗うか。織田本陣へ突撃する。父の仇、今こそ撃たん。よかろう、よかろう。どれいぞ。敵将、ここに召した。くっ、お見事。さすがでござりまするわ。危ないところであった。真田、侮れぬな。信長を討たば戦はひっくり返る。武田の意地見せようぞ。子供が引っ込んでおり、忠義面無質が走る。武田も頼りに。よい。よい。あらん、武田の運命はやはり我が輩しか奪えぬ。武田はまだ終わりではない。馬場様、内藤様、攻めましょう。開門。まだ兵力を残していたか。追っては受けぬ。
敵将討ち取ったり。ご愁傷さま。やられた諸君、言いたかったかね。敵将、ここに滅した。見事だ。見事と言わざるを得ん。あ、こっち。ここは譲れない。いざ参る。がこうにしてくれるわ。もはや武田の敗北は必至。分散して逃げ延び再起を図ろうぞ。開門。まあ逃がしはせんが、役立たずには消えてもらおう。もはや我が将来に戦意なしか。だがこの勝頼は最後まで戦おう。なんて素晴らしい戦果よ。敵将討ち取ったり。運命だ。相手ではなかったか。お見事にござった。はい、うな
のおかげで勝頼が戦を仕掛けてきた。ありがたき幸せ。敵将ここに召した。皆大義、これで武田も終わりっつお。新しき世がすぐそこに。これからも信長様のために励みましょう。結局全て信長の思惑通りか。つまらん、実につまらん。勝頼を焚きつけたことを見抜いておる。だがその上でまた我が輩を許した。茶番はもういい。もうあたくさんだ。奴はまだ自分の運命は自分の手にあると思い込んでおるらしい。だがそれは我が輩がそう思わせておるだけ。信長の運命はすでに我が輩のもの。我が輩は我が輩の運命を取り戻しにかかる。